皆さんこんにちは、経年の神田です。いよいよついに到着しました、アップルの AirPods。 忘れた頃に来るんですよね。これもう本当にまず開封の儀、今更ながらの開封の儀。あ、手元やばいな。ちょっとメガネでいきましょう。うん、これね、見えない目でやるとやばい。手元がやっぱりね、アップルのこのビニール梱包、久しぶり。香りが違うな。本杯かな、どこか分かんないですけども、このあとこの開き具合いいですね。この加工、そしてうん、石油臭くないんですよね、これアップルの匂いね。うん、でこれこちらです。なんて書いてる、デザインドバイアップルインチャイナじゃないですよ、カリフォルニアですね。で開けてみたら、おお、これは何だろう、マニュアルシール。お、結構最近マニュアルしっかり、マニュアルっていうか、なんか余分な解説書が多いですね。うん、今までみたいにシンプルじゃないですね。もう ほとんど何だろう、保証書が世界各国のやつがあるんですけど、邪魔なだけですね。あ、最近シールも入ってないんだ。うん、あんまり買ってないですけどね、最近ね。おお、シンプル。ちょっと白飛びしてるからな。これ消してみようか。あ、この方が見えやすいかも。うん、こんな感じですね。で、そこには、あれ、ケーブルあるんだ。なんだろう。あ、充電するためかな。うん。これは普通の、うん、ライトニングですね。これは開けずに、ね、売るときに必要です。開けずに。さあ、開けてみましょう。おう。なんかここのタスキだけ開けにくいな。あ、なんかこういう、タスキじゃないね。なんかのりのような、こういうね、うん、こういう、プラスになってる。絆創膏タイプの貼り方。で、どう開けるんだ。下、あ、こっから充電できるように。こっから普通にライトニングいけるのかな。ここから普通に、お、ライトニング入りました。まんま普通のライトニングですね。これこのままいきますね。これ充電してるかどうかはどこでわかるんだろう。わかんないですね。おー、見てください、こうなりましたよ。で、こういうことか。お、なんとこんな感じになってるんですね。うん、しまった、これ Facebook ライブやった方がよかったな。まあいいや。おう、でこれで抜くんですけれども、問題はですね、ペアリングどうするんだろう。赤いのついてます、赤いのついてます。一応手元の iPad で Bluetooth オン、 Bluetooth でいいのかな。なんか専用のアプリがあったような気がするんですけどね。どうでしょう。Bluetooth。これ耳に入れないとダメとか？おお、入りましたよ。ねえ、うどんが垂れてるとか、揶揄するのやめてください。買ったばっかりなんだから。お、AirPods 来ました。AirPods 来ました。Bluetooth で AirPods 来ました。Bluetooth で AirPods 来たんですが、うん、サウンドバズとか来てますね、他のね。サウンドバズもなかなかいい製品で、もう見てください、このケーブル時刻ね。まあこれいつものイヤーポッズですね。もうぐにゃぐにゃになりますね、これね。で、これが、サウンドバズっていう、アンカーのやつです。アンカーのやつはこう首にしてこういう感じなんですね。で、この間が取れたって感じですね。ああ、ケーブルないのいいですよね。あと落とすかどうかの心配ぐらいですけども今見えたのにまた見えなくなりましたね。その他のデバイス探してます。うん、お、ペアリング要求元、 Mac の方も要求してきましたね。どうしようかな。本当は Mac の方でやりたいんですけども、こっちはキャンセルしましょう。
Mac の本体の方キャンセルして Mac Pro の電源オフ、うん、いいんですよ。もう一回かな、外して入れてみて、これどうなんだ、何を見てるんでしょうね、うん、あんまり自分のインプレッション知りたかったんであんまり詳しく調べてません。さあどうなんでしょうか。うん、Bluetooth なんか気軽に来るって聞いてたんですけどね。その他のデバイス一生懸命探してます。なんかこう Bluetooth のやつがいろいろ飛んでるからかな、なんかあっという間に繋がるっていうのを、嘘ですよきっと。一回 Bluetooth を振ります。を振ってオン。 Bluetooth ダメな時はこれですね。うん、 Mac Pro が来て、 Mac Pro と繋ぎたくないんですよね。これもしかして充電されてないとか、どこで見、でもね、なんかいいのはポソポソッと、うん、この収まりのマグネット感いいですね。これダメだダメだダメだ、うん、これで充電できるというんですけども、どれぐらい充電がどこでされてるのかが、あ、これ白いのが見えますか、これ充電されてないのかな、されてないからアップルの今までのやつで言うと緑だったら OK って感じなんですけどね。お、 AirPods 出てきましたよ。見えました見えました。あんまり、よし、じゃあこれで抜いてみます。これ抜くとき、なんか抜くとき落としそうですね。よいしょ、形状があんまり、まあ初代はね、だいたいこういうもんなんですよ。 AirPods 選びました。おお、ボーンと、お、ボーンと来ましたよ。じゃあこれで何しようかな、Google Play Music 選びます。 Apple のサービスはね、選んでないんですよ。なぜかというと、あの Google Play だとね、自分の楽曲を全部アップロードしておけば、あの自分の手元になくても全部クラウドでいけるので、Apple の場合ね、うん、お金払い続ければいいんですけど、 Google の場合は解約してもね、自分のアップデートした音楽残ってるんですよね。さあ、ローリングストーンズ、懐かしい、スティールホイールズ、一応ダウンロードしてるやつからいってみましょう。あれ、来ないな、来い。うん、音楽来てるはずなのに、音量上げてみましょう。来ない来ない、今いる場所にぴったりの音楽楽しもう。はい、じゃあそれでもいいですよ。プレイミュージックを使用していない時の位置情報、はい、許可。うん、もう8分も経つのにまだ設定できない。アプリが必要かな。でもなんか音出してみましょう。そんなことよりも、あと Siri も頼みしたいのに、10分以内に終わるかなと思ったのに終わらないじゃん。これ今どうなんだろう。充電とかどうなんでしょうね。YouTube、 もうこうやって沈黙があるとね、編集しないとダメなの。それがめんどくさいんですね。まあ編集しないでも済むようにと思うんですが、バイオハザードとかそんなしか出てこないな。なんか、普通のやつないの。あ、最近ゲームばっかりね探してたから、なんかな、おすすめ出てこないな。はい、おお、来た、おお、なんかね変な感じ。
なんか神の声が聞こえてる感じしますよ。お、あ、片耳取ると切れちゃうんだ。お、再生。あ、これは便利かも。なんかあった時にいちいち止めないでも片耳取れば。お、これはいい、これはいい。うん、まあ皆さん当然ねご存知の情報かもわかんないですけども、おお、うん、スイッチのオンオフがこれでいける。だから片耳取れればすぐわかるということですよね。 OK、 じゃあ次いきますよ、次決めますよ。これがやりたかった。トントン、今何時？12時54分です。ありがとう、お尻。おー。これはいい。ここから、汐留まで何分？よろしくないですね。見えてないから。これ、どうなんでしょうね。Siri が立ち上がってるからそうなんですけど、一回オフにオフってみますね。これができれば一番いいんですけど、これオフりました。これ今 Siri 立ち上がってる状態かな。Mac が、今 Mac は、Mac じゃない、iPad は普通の YouTube を見ていた状態でした。これ今、素の、シラフの状態じゃない。素の状態ですね。素の状態で切りました。だいたいこの状態だと思いますね。これまあ iPhone でも何でもこういう状態で、これで切ったらいいんだけど。今何時？おお！ 12 時56分、わかった。そっか。聞いてくれてるんだ。次の予定は？何ですか？音声で呼んでくれないんだ。なんかでもあれだな。今日の予定は？今日の予定何もありません。嘘。あ、そっか。Google スケジュールと連動してないからか。おお。こっちでは鳴ってない。お、まずはこれ。なんというか、このケーブルレス。今までのこれから解放されたのは非常に嬉しいかも。あとはまあ最初の充電をね一回、ストップ。あ、おと YouTube 止めて。ウェブで止めての動画が見つかりました。この辺あたりが違うんだな。今鳴ってるやつをこれを、止めたりとか、そういうことがしたいんですけど、うまくできないですね。ちょっとね、慣れるまでに必要かもわかんないですね。ただでもね、これでね、音声でメモ。これ、最後にこれやってみたいと思いますね。なんか、YouTube が鳴ってる。YouTube を、まずはこのページを閉じましょう。ね。で、何がしたいかというと、音声メモ。メモを取って、今から言うことをすべて原稿を起こししてほしいのでメモってください。これから僕がですね、今日書く原稿のまとめのことをお話ししたいと思います。任天堂のスイッチが発売になるんですが、予約ができませんでした。Amazon などではもうすでに高い値段で出ていたり、3月発売をめがけて、例えば予約が成立している人たちがセドラーが出てきて、楽天じゃない、ヤフーオークションなどで発売されたりとかしています。
これをどういうことに対処するかの原稿を書きたいと思います。僕はあれだな、喋りながら原稿を書けないタイプなんで、書くことを、まずは忘れないようにメモをこう文字でやっておくということですね。おー、これですよ、これ、これ、これが言いたかった。はい、まず1万6000円の価値は今のところあると思います。ではでは、また第二インプレッションでお会いしましょう。